それにしてもまた高橋は勝利しておめでとうございます。試合終盤に乱闘騒ぎが起きた。ヤクルトが2点を追う9回の攻撃。先頭岩田が中日5番手マルティネスから左手首付近に支給を受けた。その後、中日ベンチから大西外野守備走塁コーチが怒りながら飛び出し、ヤクルト側も島ヘッド兼バッテリーコーチがベンチから出て言い合いとなった。一触即発の雰囲気の中、すぐさま、ヤクルトの高津監督も激高しながら、中日ベンチに詰め寄ったが、中日立浪監督がなだめる形となった。その後、球審から警告試合として試合が再開されることになった。ヤクルト中日では、7月31日のドーカードバンテリンドームでヤクルト赤羽が、中日松木平から左手に支給を受け、2箇所の骨折をしていた。そのこともあり、森岡うちの守備走塁コーチは骨折しているし、こっちは。それもあって、島が出て行って、監督が出てきて、こっちも戦っているんで、ああいうところで、敗走ですか、って流すわけにはいかないといい、島ヘッドコーチも前回ね、仲間がやられていますからね。そんなあの態度じゃダメですよねと言った。中日立浪監督、支給めぐり一時もみ合いとなった事情説明こっちは止めていただけ。もちろん当てた側が悪いので申し訳ない前回、赤羽選手を骨折させてしまっている中で、危ないところに行ってしまった。向こうのコーチがそういうことを木下に言っていて、こっちは止めていただけ。もちろん当てた側が悪いので申し訳ない。最近プロ野球乱闘手前の騒ぎ多いな。赤羽が骨折させられてるからな。大西と森岡ならそうなる。仲裁したのが立浪と森岡なの地味に草。タッツ一生懸命収めようとしとるんやな。森岡も立浪には逆らえんからな。当てた側の大西が飛び出してきたのは何かあったんか。振り向けば森岡。来季からは清原もベンチ入りやろな。なんでコーチ同士側が。成人立浪和義。なんでコーチが切れて立浪が仲裁してんのよ。両軍選手たちは全然やる気なかったのくさ。戦う顔してるね。立浪、皆さんお下がりください。昨日のヤジ。大人だろ？逃げんな。今日のタッツ、みんな落ち着こう。これは大人の対応。タッツ株ストップだか。やっぱタッツよ。再会でこの争いは真面目に見苦しいわ。片岡って阪神でもヘッドコーチしてたよな。あの頃の阪神は報復支給とか当たり前だったしな。片岡さ、ヤクルトコーチが木下星にやじよ。結局ヤクルト掘ったんかーい。攻めた結果やしゃあない。ガチれば余裕で始末できることが理解っとるから冷静でいられるんだよな。タッツ感動した。ちゃんと赤羽のことも言及してるのはええな。自分たちはめちゃくちゃ流すのにダブスタすぎ。立浪が攻めた結果と会話で本当に良かったわ。今日で株上がったし来期も続投だな。やっぱり立浪よ。そもそも3つぶつけてる時点で中日が悪いんですが。ヤクルトベンチの小物感がすごいな。 WWW やられてる枚数多いのはまだドラゴンズだしな。監督の差が出たな。タッツはケツ持ちする側やから仲裁に入るよ。けじめはもちろんね。ヤクルトサイドの発言は全部ブーメランで草。情けない球団やからな。当てられたら全力でたかりに行くよ。ヤクルト側がそれ言う権利ないの自覚した方がええぞ。マジで流してねえよ。逆に切れてるからな。森岡も高津も攻めた結果なのに切れすぎだろ。何回当てとんねんは笑うとこなんやろか。タッツの株だけが上がった一幕。切れてるヤクルトベンチもそれに言い返してる大西も何やってんねんではある。やっぱり高津が吹っかけたんか。こいつなんでまだ監督やってんの。そりゃ赤たぎの人に手を出すわけにはいかんからな。映像を見たけどそんなに内側じゃないし対して攻めてなかった。どうでも良いことかもしれんが、ようつべで見た動画で子供がベンチに向かって一生懸命やじってる声聞いたら少し悲しい気持ちになった。ヤクルトって棚上げ好きだね。岩手県。ぶつけた側なのに飛び出してくコーチが一番意味わかんねえよ。他支球団お前じゃ。まだ被害者ぶってるわ。ビハインドになったら相手破壊して少しでも収穫得て帰ろうとする球団がよく言うわ。攻めた結果理論が高津に突き刺さり続けるの笑う。立浪ネットでやザみたいな扱いされてたのに最近もう愛らしいおじちゃんにしか見えなくて好きになってきたわ。高津も森岡もヤクルトが当てた時には謝罪もせずに流すだけって意味だろ。揉め事徹底的に嫌うんだな。やっぱ星野政権時に思うところあったんやろな。人見直したわ。何があっても動じない精神的な強さはめちゃくちゃ監督向きなのに。本当に怖い人は
普段は温厚どころか腰低いまであるからな。当てた即が切っ先切って怒りながらベンチ飛び出すのは意味わからんけど、役さんには悪いが高津が監督の間は自業自得や。岩田が死球。木下がスインブオアグリップに当たってるんじゃね的な反応だかアピールをする。矢印。それに対して島が文句つける。大西が言い返す。矢印。両軍ベンチから飛び出す。以下報じられてる通りって感じらしいな。あヤクルトってどうしようもない恥知らずやろ。広島はちょっと多い。ああ大変なことになった。大変なことになった。これはいけない。これはいけない。熱き心はプレーで見せてくれ。いつも加害者側がたまたま被害者側になったらほんま質悪いよな。島もすっかりヤクルトの体質に染まってしまったのが残念だよ。ヤクルト嫌われすぎ W。 やたえぬ1アシュラ立つ波。ヤクルトは揉め事にする。中日は後に引かないように謝罪する。まあ中日の方が印象が良いな。加害者になった時には相手に流してもらってるのに被害者になった時は切れてるから印象悪いんだよ。3つ当てた高津、攻めた結果。3つ当てた立浪、当てたこっちが悪い。もうこの時点で勝敗ついとるやろ。なんかヤクルトはいつも揉め事起こしてるし印象悪い。全部コーチらが仕掛けてるし。横浜戦の佐野に報復死球がいい例やが、選手の足引っ張るから共柄みたいなことやめた方がええわ。ヤクルトのは正義の支給やからええんや。いくら支給当てられたとしても試合中に相手コーチが相手の選手に個人攻撃するのは良くないわな。今季ヤクルト対中日支給10。中日対ヤクルト支給6。ヤク中日がめちゃくちゃ当ててくる。おや、ヤクルトが揉めたら基本ヤクルトが悪い。そのくらい信頼は消し飛んでる。何回当てとんじゃはちょっとしたジョークやからセーフ。ヤクルトの方がぶつけてるやんけ。村松に復帰初打席でぶつけといてよう言うよな。今年はヤクルトそんなに当ててへんやろ。で調べたら31でそこそこ当ててた。1位広島32、6位中日26。多分球が遅すぎて故障するような多飛球を投げられないんやろな。3つぶつけても攻めた結果やぞ。高津がそう言うてた。全然乱闘じゃないし困難よくあることなんだけど、立浪が高津を止めてる姿が面白すぎるんだよ。当てるのはいいけど当てられるのは許せんのがヤクルト的思考やからセーフ。組員が張り切って相手に向かっていき、ボスが頭下げる。そして上から会長キヨが楽しそうに見てるところまで芸術的だな。明日これでヤクルトが細川石川あたりに復讐するまでがデフォ。ヤクファン、高津は子宮に切れたわけじゃなくて片岡からのヤジに切れてるんだから、攻めた結果は的外れ。ヤジの発端はヤクルトコーチだった。ヤクファン、そもそもの発端は赤羽壊して今日も当ててきた中日。無敵すぎて笑うわ。自分のとこの子宮は記憶できない病気なの？なんか揉め事あるとき大体神宮。カトタクとキノタク間違えた説ほんと好き。ヤクルトも中日にぶつけてるけど怪我させてないだけなんだよな。まあ去年はだいぶ怪我させてて岡田がちぎれさせてたけど。そもそもタッツは星野の時から暴力反対派や暴力肯定派なら落合就任初年度には干されてる。よし球攻めた結果。ひし球、こっちは骨折してるんやぞ。無敵かな。ヤクルトの投手は当てれるほど上手くない。島も森岡も年齢的に若いんだから他のコーチ陣が止められるのにしょっちゅう暴走するのはどうなってんの？チーム全体としてそういう方針？前回の赤輪の時は加藤匠ばだしそら知らんやろ。同じように直接当てた数が自チームの方が多いのに文句言ってたチームが去年ありましたね。昔小川が広島は支給が多いって公式にコメントしてたの覚えてる。攻めた結果です。無敵の球団。これはマジで素晴らしい仲裁。ヤフコメでウキウキで文句書き込む阪神ファンが逆にボコボコにされてるのが笑う。攻めた結果なんだし。その発言者が怒るのは筋違いじゃね。当てといてなんじゃこら。負けそうになってるのに当てられるだけとか損やん。
ちゃんと恐喝せな。ヤクルトは質の良い子球だからセーフ。中日は悪質だから叩かれる。チンピラの大西は、塁に出れるからいいやろ、とののしった。それに対して打開新監督と島ヘッドが切れたらしい。昔、審判を骨折させ、今でも観客のヤジにいちいち言い返す小物は違うわ。一応森岡も今回に関しては中日のコーチ陣を抑えに行ってたんだわ。途中から大西と言い合いになってどっちも選手に抑えられてたけど。ヤクルトは攻めた結果だからしゃあないけど。中日は卑怯やな。ヤクルトはずっとこうあってほしい。この手の騒動全部受け負ってろ。ヤクルトはいろんなとこともめてるからな。高津の切れ方も自分のアホな試合展開の鬱憤ぶつけてるように見えたわ。マルティネス様が1割台の岩田に攻めた結果って無理筋にも程がある。ヤクルトのダブスタ被害者っぷりは見苦しすぎるな。毎年1、2を争うくらいぶつけてるくせに。あな、立浪さん、切れたんですか？タッツ、はは。あな、切れました？今日はタッツ切れちゃいないよ。あな、干渉。ほんと役やな。時々いるヤクルト用語のやつも喧嘩口調なのじわる。タッツの言う通り、もちろん当ててしまったことは申し訳ない。ただ、高津は去年ヤクルトが当てまくってた時の態度思い出してみろよ。それなのに自分が被害者側になったら切れ散らかすとかギャグにしか思えんわ。石川に当ててからの勝利の舞は未だに許せん。木下がグリップだってアピールしてるところに島が小言言って大西が切れたのが流れだよね。坂本に支給当ててリクエストしたチームだしな。あと次々とカバーしようとしても過去の行いが阻止してくるの面白い。ヤクルトはプロレス団体。まあヒールがいた方が盛り上がるからセーフ。映像を見たけど避けるの下手くない？よくある内角高めのボール球やん。過去何回もやらかしてるし、今回も結局選手に抑えられるしょうもないやつなんだから、最初から他のコーチがとどめろって話よ。地味やから目立ってないけど、やってる野球ひどいよ。当ててる数の多い方が切れ散らかすの本当に見苦しい。攻めた結果とかいうクソみたいな文化。回数で競うならスワローズは何回当てとんじゃ。その対戦で2点差でわざと当てたってのはもっと無理があるだろ。こういうのって大体ヤクルトだな。ヤクルトの方が中日にぶつけてんじゃん。チンピラ具合がブレイキングダウンだわ。結局チンピラの大西が黙っていれば済んだ話。片岡は中日、ヤクルト、阪神ファンに嫌われてるし、大西は器の小さい瞬間湯沸かし器。この二人は今年でいなくなるでしょう。赤羽は打ちまくりで調子めっちゃ良い中での骨折やったからな。かわいそうやと思ったわ。ヤクルトがいろんな球団に因縁つけすぎや。野球じゃどこにも勝てないからしゃあない。島が黙っていれば済んだ話だろ。島が木の下に突っかかったから、大西だって自分とこの選手守るために動くんだから。立場が逆になれば、中村守るために島が動くだろ普通。広島、ぶつけておいてベンチがもっと当てたれと煽る。阪神、ファンや監督がしつこくブーイングや試合後コメントで切れてくる。横浜前のカード出た球団にぶつけられた怒りをストックして次の球団に切れてくる。毎回思うんだけど、小さい子も見てるんだから本当にやめてほしいわ。抗議なら意見書通して文書で出してすりゃいいのに。暴力や罵倒で試合に影響させて勝とうとしてる時点で大人として恥ずかしくないんかね。過去に遡ったら一番あかんの自分たちなんだから、過去のことも散らすのやめりゃいいのに。赤羽も岩田も育成上がりでこれからって選手だからな。小さい頃からちょっとは暴力に慣れておかないと、お前らみたいな弱男になっちゃうからね。選手を守るためにコーチが動いて当たり前がどっちも発動したゆえの悲劇やな。よくわからんが、そのロジックなら自分とこの選手守りために木下に注意するのは良いことやん。矛先さらそうとしてるけど、ヤクルトがあっちこっちにぶつけまくって敵作りすぎてるのが悪いんやぞ。矢印、去年木沢が石川に頭部支給当ててる。ヤクファン、去年のこといつまでこすってんの。 W ヤクルトがやってるから俺たちもやろう。で、中学生高校生が真似したらどうすんのよ。本当に暴言暴力は何も解決しないし、君が恥ずかしいと思うよ。
感情コントロールができんのやろね。普通にみっともないから同意見やわ。興行なんだから意識してほしいよ、人の目を。そもそも岩田の打席のライマルやばかったからな。打者と捕手がのけぞって球審の顔面直撃するボール投げてたし。あんなところ見るなよ。わざとやってるわけじゃないんだから、お互いカリカリしないでほしい。再開付近の戦いだよ。少なくともヤクルトとの試合での四球は攻めた結果だから仕方ないことだと結論が出てるのになぜ喧嘩するんだい。ラブスタ軍団ヤクルトスワローズ。投げたら相手にぶつけまくるわ、打ったらクソ狭球場で打者タイトルも全部取ってくわ。でこの球団ない方がセリーグ面白いだろう。揉め事に森岡あり。コース的にはそこまでえぐってはおらんな。片岡もヤクルト相手じゃなきゃ激高するコーチを抑える側に回ってたかもな。当てた側とはいえ棚上げムーブかましてきたら言い返したくなる気持ちはわかる。今年だけ見てもヤクルトが中日に当ててる回数の方が多いのに。何回当てとんじゃこらはさすがにブーメランだろ高津。明日は村松岡林細川石川の誰かが絶対ぶつけられるぞ。ヤジで返せなかった大西の負けだな。森岡40歳まだ30くらいかと思ったわ。立浪の人格が素晴らしすぎる。これは来季も続投間違いなし。石川登る股に頭部支給やって小躍りしてた抑えいたよな。忘れてねえぞ。素晴らしい監督だな。ヤクルトはちょっと多い。何回当てとんじゃ。ヤクルトの方が当ててる。あの態度じゃダメ。流すわけにはいかない。自分らの時は攻めた結果で流す。当てた側が悪いので申し訳ない。素晴らしい監督。それも知らずに島が悪いとかただ叩きたいだけのやつが多いんだよ。その前に山田に当てられ、次のライデルが危険な球投げてんだから何か言うだろ。まあ当ててから逆切れして森岡特攻させてくるような球団より全部マシだろ。肘当てでブロックして四球稼ぐの上手い選手がいるから、単純な四球数で比べてもね。中日にそんなのがいたらもっと点取れてるってのは置いとく。被害者のこちらが大西に上に出れるからええやろと言われてんのに黙ってろとでも。片桐には手出ししない人形の感。別にライデルのは危険な球ではなかっただろう。自分たちのことは棚にあげてよく言う。ヤクルト名物被害者ムーブー。木下のグリップじゃねアピール。そう見えたならしゃあない。それに対してヤクルトベンチが怒る。ああ、さらに大西が言い返す。ああ、プレーしてる選手の足をコーチが引っ張るなよ。生まれも育ちも名古屋市民で他球団ファンだけど、立浪監督好きなんだよね。もう少し順位上がれば続投もありえるのかな。頑張ってほしい。昨年どんでんに謝ってんだよな。一人でポチポチしてんの。まあ、た片岡かと思いきや、ヤクルトは偉そうに言える立場かよ。数試合前に好調の若手骨折させられて、前の回に山田も当てられて被害者じゃなければ何。岡田が去年何回当てとんじゃ、こっちは骨折もしとるんじゃと切れてたら阪神アンチはまた粘着してたんやろな。情けないの一言で済ませるだけ優しいよこの人は。木下の岩田に対する態度が良くなかったんやろ。ヤクルトの方がたくさん中日に当ててるからトータルで加害者側やね。島が木の下に突っかかったからだろう。島、木の下、大西、中村、両方黙っていれば良いことやん。見下してるネタやん。隠した濃厚な相手に切れてもしゃあない。今でも前田智則骨折して野球人生を短くしたこと許さんで。坂本隼人は中日の選手って誰か破壊されたっけ。小学校からやり直せば。ちゃんと勉強して就職しろよ WW。 阪神は藤浪で散々迷惑かけたくせに支給できれる資格ないやろと言ったら、いつまでも過去のことに執着すんなよと言われたんだよな。いつまで去年の攻めた結果に執着してんだよ W。 中日タッツ。具体的には少なくとも直近2カードは中日が当てた方が多いが、なんか坂本に当てた時高津がリクエストしてたのを思い出したわ。赤羽を骨折させたことを美談にしてる中日のことは忘れたの。石川頭部支給勝利の舞、翌日謝罪。赤羽支給骨折美談に仕立てる謝罪なし。どっちが立ちが悪いかね。
また勃発乱闘の再燃、野球はやばそう。必死すぎて景色悪い。それ阪神のこと？藤浪で散々迷惑かけてきたことを棚にあげてるよね W。 去年のことを持ち出してきたのはそっちなんだよな。地球のリクエストやったことない監督っているの？いるなら教えて。スポナビの対戦成績ではヤクルトから中日への支給が10、中日からヤクルトへと支給6。素晴らしい対応。赤羽を骨折させたことを美談にしてる中日。確かに松木平は赤羽にデッドボールをしてしまったが、中日が赤羽を骨折させたことを美談にはしていないだろう。中日が赤羽粉砕、よくやった松木平とでも報じていたのか？してないだろ。スワローズファンの認識どうなってんだ。ここでコメントしてないで、赤羽のコメントを見てこい。悪言っちゃ悪いが岩田とか当たってガッツポしてたから避ける気なかったやろ。中スポのコラム読んでない？怪我させた数は中日の方が多いことには変わりはないけどな。怪我してないなら塁に出れてええやろ。これは中日のコーチのありがたいお言葉です。 W、 これで来年も立浪続投やね。よかったよかった。実際立浪の対応が大人すぎる。来シーズンもぜひドラゴンズを率いてほしい。あのコラム程度で美談にしているって発狂できるのがやばいね。立浪監督と共に優勝したい、届かぬ思い。それは今日じゃないでしょ。タカッツ、攻めた結果。森岡が止めに入ったって聞いて丸くなったのかなと思ってたら、結局は大西と揉めてたって聞いて唖然とした。役か、菅阪神に罪をなすりつけようとしてて草。気違いマジで死ねやう。小川、ヤクルトはちょっと多い。いや、リクエストするのは権利だしいいと思うが、自分たちはスイングアピールしただけでキレ散らかすんかいって思っただけ。坂本はリクエストに呆れて吐いたけどキレてなかったで。ほぼ頭部支給だったが。これで前時代の不良みたいな、身内守るためにやったって言い訳出してるの怖いわ。仲間だけ分かってくれればよい。和対立しかうまん厄介な集団の特徴や。損で攻めれれると余計に過剰防衛するようになるのも面倒くさい。選手は毒されんことを祈るわ。ぶつけた側がそれ言うのすごくキモいよ。何赤羽の行為に甘えてんだよ。巨神ベカ、ヤクルトが悪いと当てたのは申し訳ない。いや、何回当てとんじゃ。赤羽の剣もあるし、俺らは良い支給しか投げてないのに乱闘して当たり前じゃ。俺はただ聞いただけで発狂してませんが。コラムに対して怒ってる人と別。それそれ、そういう感じ。自分たちの方がぶつけてる上に、ぶつけた時はいつもそうやって開き直ってるんだから、ちょっとぶつけられたくらいで被害者ムーブしてんじゃねえって話よ。痛がるふりすんな、わざとって言ってたらしいね。こんなトラブルの中心にいるような球団持ってて親会社はどうなん？他球団ファンはヤクルトは買わんとこうってなるだろうが、世界的に強い会社だからへでもないのかね。加害者のくせに開き直ってるのはお前らもじゃねえか W。 お前らみたいな貧乏人はそもそもヤクルトなんか買う余裕ないだろ W。 草、そんな貧乏人いるかよ。お前みたいに当てたくせに開き直って逆ギレしてる方が見苦しいぞ W。 骨折した赤羽が球界の至宝みたいな扱いされてんのなんか笑う。あ、ごめん。あのコラムも、とは思うところもあるけどな。それを言うなら攻めた結果なんて開き直りだろうがとも思うわけよ。反論できなくなって人格攻撃に走るとか情けなくて草も生えない。ヤクルト戦飲み放題らしいけど効果ないんやなってなるな。ヤクルトはファンも喧嘩口調だな。去年石川治も球界の至宝のような扱いをしてた人がそれ言うの W。 必死に阪神を叩いてるやつがいて草。こいつガチで吉害だろ W。ヤクルトファンが美談にしているって被害妄想こじらせてるからだろ。棚にあげるといえば元祖は阪神ファンですからね。仕方ないね。本人が謝罪したのにいつまでも勝利の舞のことをネチネチ攻めてくるやつの方がどうかしてると思うがね。良い成績残していたし、かなり期待できる選手だったよ。また戻ってきて、あのデッドボールで終わったなんて言われない選手になってほしいと思う。そいつらに関しては知らんがなという感想しかない。
中日はコーチだけじゃなくファンも逆ギレしてくるよな。監督だけハマトモみたいだが。言われたファンからしたら嫌な気分になること言わなければいいのにね。ネガティブ記事は閲覧数稼げるからってのもあるし。その件はその後のオーナー会議で球団専務が謝って。選手が下手クソだのボロクソに言ってたから許してやって。あと、野手出身と投手出身の監督の違いもあると思う。天保山で喧嘩するなよ。今日に関してはぶつけた中日に 100% 非があるのにな。高津が言えたことじゃないやろって中日ファン以外からも擁護してもらえない上に、素直に非を認めてる立浪の株が上がるのはらんわ。ネタになりやすいってのは辛いね。タッツなら懐からチャカ取り出して沈めると思ったのに。なおヤクルトの値支給数。普段の行いって大事やな。支給リクエストみたいなもんなのになんで文句言っちゃうんやろな。自分らもやるくせに。こういう時に日頃の行いが出るな。他の球団だったらもっと味方おるやろ。あんま見てない俺ですらヤクルトが当てまくってクソみてえなコメント出してたの知ってるのにようこんなんできるな。ヤクルトって毎回毎回別の球団と揉めてるから純粋にヤクルトが悪いんだと思う。地球で揉めてると大体またヤクルトかって反応されてるじゃん。流すわけにいかないならどうするんすか。ボイコットします。今すぐ消えてほしいわ。攻めた結果なら仕方ないだろ。阪神は藤波いた時から支給少なかったんだよな。岩田も苦労人だからね。よりによって赤羽と岩田ってのがな。役戦でどっか藤波取れよ。もう高津もこの騒ぎでのタッツを君頭にすればええさ。よくある経緯だな。まあコーチ同士の言い争いで済ませるくらいがよし。選手同士の殴り合いになったらシャレにならんからな。そういう考え方はいじめや冤罪を肯定するのでやめなさい。別にスワローズに火がないとは言わないが、もう少し考えることだな。くさ、そういう意味じゃねえよ。島もヤクルトに染まっちまったんならもういらねえな。やっぱタッツは基本穏やかなタイプよな。打ち切れないわけではないが、立浪が切れるときは最後まで行くときだけだからな。役のチンピラみたいにどう喝とかしないんだわ。毎回絶対に被害者ムーブするよな。マジで気持ち悪い。何年森を抱え続けてんだよ。雑菌臭いぞ。役ファンは去年どころか相当昔のデッドボールで。山田が岩貞に壊されたってしつこく言い続けてるから次元が違う。頭まで乳酸菌回っちゃった。ヤクルト嫌われすぎやろ。ちょっと口汚くて被害妄想癖のあるただの居直り野郎たちなだけなのに。山田へのデッドボールは本当にごめんやけど、岩田のは普通に避けれる球。これこそ攻めた結果だろ。高津さん去年は攻めた結果とか阪神さん相手に言ってなかったっけ。相手のことを思いやる言葉の力さ、行こうか何回当てとんぜ。最近神宮で骨折する人多いね。始球式でも骨折してた人いたもんね。こんなもんいちいち乱闘しないで報復しとけばええやん。明日細川の手首にでも当てとけよ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。